こんにちは、小宮です。今日はですね、施設のこととかちょっとお見せしたいと思って、できたまだ完成までは行ってないですけど、文教寺の方の、ここ、文教寺の今撮影してる場所、ここに仏像が入ったんですよね。それをちょっとビデオで撮ったんですけど、またちょっとちょっと、まあ、いつもの現象になってしまったと。それをちょっとノーカットでちょっと聞いてもらった方がいいですかね。うん、そしたら画面の方も出てもらって、じゃあ皆さん、ちょっと文教寺にこの仏像が置きました。18人の仏像と第一如来様と、いくよ、ね、これちょっと見ていただきますね。流しますんでいいですか。
最初にこうちょっと水の音ちょっと入ってきたりね、水の音がね最初にで竜の声みたいなのが入ってきて、で途中から虎のね虎のあの声が入ってくる。でよく聞いて次あたりに俺は多分スザクの音声じゃないかなというちょっと高い音、そして玄武の音が、だから指針の声が入ってるような気はしたんで、この竜だけじゃなくて、これも
撮影してる時に普通に記録として残そうとしたのがあのスローになってこういう音がまた入ったと。まあ、次元が変化してるね。そうですね。僕は特にあの北進の十字架を表す場所だから、よりそういう力が強いっていうのはね、もう最初から分かってることなんだけど、まあ、一応こう仏像が全部今並んだ状態で、まだ完全にこうあの綺麗に仕上がってるって、ま、わけではないんですけど、こういうふうにどんどんあの進んでるっていうことですよね。それとまあ施設のこの外装なんですけど、こういう感じ。今ね、この雪ですごい状態。これ、まあ、これはまだ、このもう木の半分ぐらいも今もう雪ありますからね。ね、うん、この道路からもこの家が見えないですから、もう完全に。すっごい雪を打つことしね。今こういう感じで、これが文教寺の、はい、うん。まあ建物は建って、あとはもう物を中に入れるっていう状況でもう皆さんを、あとはお待ちする状態になるのかなと。来年、そうそうそう、どうなるのかなって感じですね。で、これが、あの、旅行で、あの、あそこですね、あの、聖地って言って、大きい施設。ここも今、こう、建築も建っても、4月オープン。右の下の、建物にはね、上の方に今まだないんですけど、ガラスのピラミッドみたいのが、うん、右下ですね。そうですね。うん、今白くなってる部分ですね。上にガラス張りのね、そこに自分が入ってちょっと三角形のあのピラミッドがね、そうです。ガラス製のね、そこに自分が入ってね、その、うん。宇宙とちょっと交信をしてみようかなと。ここはもう本当に皆さん連れてきた時に、まあ琵琶湖の親分にもちょっとこう見ていただいたんだけど、星はまず間違いなく星は動くね、畑のところはなんか走飛んで歩いてる、いろんなものが見える場所です、ここ。うん、間違いないですから、ここね交信するとより一層あの近くにいらっしゃってもらえるんじゃないかなと。2階に三種の神器をね、はい、置きますよね。置きます、ね、三種の神器を置いて、大きいですよ、うん、今も2階まで立ち上がってますからね。ここにも仏像を置くんですよね、88、はい、あの大きな和室の周りに88か、88かと、あのいろいろね、まあツアーで行ったら夏はね、バラと霊園のとこ通って文教寺のそのお寺さんのところにも88面ぐらいあるけど、冬になるとそこが使える可能性が薄いので、冬になった時は別のか、聖地の今建ててるとこの88と文教寺のこの88面ぐらいを通ると同じ効果があるというような、まあ、一応、この大きい施設ではね、下、広間も大きいんで、まあ、その、歌の調べっていうか、その、音楽を聴いていただいてね、音楽を聴いていただいてね、その音楽っていうのは、竜神にちあのより近く、そして光のため、光のためにより近く、行けるような音楽を今制作してもらって、それを流しつつちょっとプラネタリウムみたいのでちょっと心のこう何ていうかこうトレーニングじゃないけど、そういうものでこう安らぎを感じてもらいまして、聖地のその感じていただくと。その音楽を通して、あとは目で見て、あとは自分の、ガイドでいろいろ、見ていただくと。そうすると自然と触れ合って、まあ、ダムに行き、
奇跡の木、奇跡の温厚の木ですね、そこのところにも行ってもらってっていう感じのことをご案内したいと思ってますんで、こう来たいってことでね、そういう感じで進んでますもんね、どん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 、うん、まあ、5月頭ぐらい、そうですね、うん、そういう感じでやっていきたいと思うんで、皆さんもどうぞよろしくお願いします。いらしてください。よろしくお願いします。はい。